美しさって罪よね。どうも皆さんこんにちは、ビビビビミの BBB チャンネルへようこそ。あら、そこの殿方、お嬢様、顔が疲れてるんじゃないかすら。そう、なぜ疲れてるって、それは睡眠が足りないから。今日はそんなあなたの悩みをこのビビミが解決して差し上げましょう。なんと今日はですね、すいません、ちょっと何、あなたビビビビミさんじゃないですよね。あなた花井夏樹さんですよね。はい、花井夏樹です。何してんすか、また。何してんの。前回、ビビビビミのビビビチャンネル、はい、第1回の更新があったんですが、はい、1回ね、1回しかねえだろ。大好評というか、いやすごいね、いやでもマジですごく再生していただきまして、マジですごかったですよ。それに、はい、騙されたのかわからないんですが、またこのチャンネルを、まあ、そういう健康だとか美容系のチャンネルだと勘違いした、今回はコアラスリープジャパン株式会社さんガチだからこの今私が座っているニューコアラマットです。すげえ、マジでいいやつじゃん。こちらを紹介してくださいというご依頼いただきましてありがとうございます。この美容チャンネルもね、更新していかないといけないですから、まだ2つ目ですからね。はい、やっぱ人気 YouTuber に欠かせない要素の一つとして更新頻度というものがありますよね、はい、ありますね。前回3月31日投稿です。遅すぎ、半年ぶり2回目っていうか提供してもらった時だけじゃないですか。だって勘違いで来るの。ありがたいですね、本当にね。まあ、でもやっぱりこう日常的にこう睡眠っていうのはとっても大事ですから。間違いない、はい、こう人生の3分の1はベッドの上にいるという名言僕が残してます。いや違う、1991年生まれた瞬間にいろんな人が言ってます。はい、なのでやっぱ睡眠の質っていうのは大事なんですけれども、はい、こちらのコアラマットレスは、はい、促進動吸収性、促進動吸収性、はい、こちらにとても優れておりまして、はい、独自のゼロディスターバンス技術、ゼロディスターバンス技術、こちらを採用しています。密度が高いウレタンを使うことによって、はいはいはい、なるほど、体を各所でそれぞれ支えてくれることにより、うん、振動の幅が狭まり、なんと寝返りなんか打っちゃっても、うん、もう隣の人が気づかないよぐらい振動が抑えられるという、なるほど、はい、ものになっておりまして、ちょっと早速寝てみてもいいですか。いやそうですね、一回やっぱそれ言ってもね、はい、やっぱ寝てみないと、もうね、かなりふかふかで、確かに振動をね、吸収してるというか、あんまりこうこっち側に振動がいってない感じがします。すごい、いきます。はい、おやすみなさい。どうでしょう。あー、包まれてる。あ、包まれてる。やっぱり、うん、この腰とか、うん、肩とか首とか、うん、体のそれぞれの構造に合わせて、はいはい、このマットレスがフィットしてくれてますね。もう、ビビビビミじゃなくて、ズズ、ズズジ。いや、全然意味わかんない。ズズズズジのズズズチャンネルになっちゃう。いやだ。あ、ゴロゴロ気持ちいい。ゴロゴロ気持ちいい。ゴロゴロなんかすごいスムーズにゴロゴロできる、うん、なんか横の姿勢とかになってもすごい楽そうですよね、うん、そうね、その分なんか沈んでくれてる。そうそうそう、いいですね。いいですか、はい、やっぱり寝心地は相当いいですね。そして、はい、こちらなんですけど、まあ、僕割と好みのそのマットレスの硬さみたいなのがあって、結構硬いの好きなんですよ。あ、分かる、はい、硬いの好きなんですけど、うん、なんとこのコアラマットレス、はい、ここに、A、ここに、うん、この部分にファスナーがついてますよね、はいはいはい、でこれをこう一周することによってここが着脱できるんですね。へー、そして、うん、この上の部分、ここを、うん、ひっくり返すことで硬さを調節できる。あ、上だけひっくり返すんですか。そうなんです。で、硬さはですね、ここに書いてあります。普通と固め、今は上側が普通なんで今普通で寝てたんですけど、これを、あ、これは誰ですか。え
これ誰？これは私の一番の師匠です。一番の睡眠を教えてくれた睡眠の伝道師。睡眠の伝道師。コアラ師匠です。コアラ師匠か。こうやって返すことによって、すごい硬さをすぐに変えることができる。めちゃくちゃいいですよ。はい、あ、そのファスナーをね。ここにファスナーに2つついてたんだけど、この今度は上側にこうカチッとはめて、でそしてもうすぐ。あー、マジ便利だな。これどうですか、改めて。じゃあ固めて寝てみた場合はどうですか。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。あー、さっきより沈んでないですね。確かにさっきよりそうだね、沈んでないね、うん、結構、うん、そのさっきのは包まれてる感じが強かったんだけど、うんうん、今度は、うん、なんかちゃんと、うん、俺はベッドで寝てるんだ。これはじゃあ一体化しない。これは一体化というよりは、うん、守護神だろ。守護神、背中は俺に任せろよっていう感じ。ああっていう心強さみたいな。そうそう、心強さ。そこからの安心だ。そうそう、からの睡眠だよね。ああいいね、うん、それはいいわ。はい、ということで、私が今ね試した感想はお伝えしたんですが、はい、この部屋翔一くんの部屋です。実ははい、そうですね、通りで翔一くんにですね、通りで翔一くんにもなんとコアラマットレスで睡眠をとっていただきました。はい、あ、もういや、あ、マジですか。もう、はい、そうです、はい、寝させていただきました。あ、とったんだ。はい、どうでした。どうでした。やっぱりもう言った通りですね。僕固めでやっぱ好きだったね。固めで寝たんですけど、はい、やっぱ後ろに守護神任せろみたいな、うんうん、体の部分全然疲れずにやっぱリラックスして寝れました。ということで、このニューコアラマットレスですね、はい、今シルバーウィークセールを実施しておりまして、お、このニューコアラマットレスを含む全商品がなんと 20% オフ、うん、20% オフ買えちゃうということなんで。安すぎだろ。ぜひご購入検討してください。そして120日以内でしたら、なんと返金返品対応しておりますので、じっくり寝てね。これもやっぱりこうベッドだから長く付き合うんですかね。そうそうそう、やっぱじっくりこう試さないと分かんないこともありますから。いや、間違いない。まあ、そのじっくり試していただいてコアラマットレスの良さを、うん、確かめてみてください。お願いします。はい、そして、はい、最後に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 やりたいと思います、ワイングラスチャレンジやっぱね、コアラマットレスといえばそうね、有名なんですよ。やらないと。これここにワイングラスを置いて、うん、でワインを入れて、はい、でダイブしても、はい、そのワイングラスが倒れないと、うん、そんなことあるわけと思ってますよね。それを今から実践して証明します。やっぱりね、はい、実際にこうやらないとさ、あれ本当なのみたいな、うん、俺疑ってますからね、完全に。そうでしょ。うん、これでこぼれたらどうするの。そういうこれこぼれたら どうなるの。これこぼれたら、怒られるよ。まあまあ、でもこぼれないんだから。そう、こぼれないんだから。こぼれないようになってるんだからさ。ここら辺かな。いや、だいぶビビってないです。ここら辺かな。いやいやいや、それ逆にじゃない。そうだね。ここら辺、そうじゃない。目からだよ、目からポンって。ちょっと師匠避けてもらってもらえから。行くぞ行くぞ。ワイングラス行くぞ。ワイングラス任せ。ワイングラス頼んだぞ。コアラマットレス任せ。行きます。はい、それでは3、2、1、はい。うわー、すごい、すごい、全くの、うわ、無反応、全くだったね。ガチで、ちょっと滑れる。やばいと思った。もういい。もうさすがにやめとけ。いや、もうだいぶすごかった。じゃあ乾杯。はい、ありがとうございます。すごい。すごいね。マジですげえわ、今のは。こいつ終わったと思ったわ。こいつやったなと思ったわ。それじゃあ、おやすみなさい。